こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、未成年でも保護者の許可なく本人確認のみで運営金の現金受取ができますか、銀行口座がないと振り込みされないでしょうか、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、これですね、LINE と質問ありましたので、ぜひねこちらもですね、回答させていただきます。はい。まずこちらですね。未成年の現金受け取りの方法なんですけど、まずですね、こちら未成年の方ですね、こちらできますね。はい。で、これはですね、メルカリの規約等もあるんですけど、特にですね、関係ないです。はい。で、この辺、この点をですね、ぜひ気をつけていただければいいかと思います。で、あと、保護者の許可なんですけど、これはですね、なくていいですね。はい。こちらの方も特にないですね。はい。なので、ぜひね、こちらの方に注意していただければいいかと思います。はい。で、現金ですね。商品が売れた時の入金銀行口座なんです。これはですね、欲しいですね。はい。で、これがないとですね、メルカリの方で、なんとですね、銀行の入金がないとですね、繰り越しになって入金されないです。なので、注意してほしいんですね。はい。あとですね、メルカリではですね、未成年の方でも転売等できます。もちろん購入もできますので、ぜひね、この銀行口座、絶対必要ですので、ぜひね、用意していただければいいかと思います。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み、質問等ありましたら、LINE 登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。